ましたくても JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。各駅停車の高松行きです。善通寺、金蔵寺、多度津の順に終点の高松まで各駅に停まります。途中多度津には14時27分、丸亀14時37分、宇多津14時41分、境出14時46分、鴨川14時59分、橋岡15時8分、高松15時19分、終点の高松には3時19分の到着です。車は2両つなぎで運転しております。車内は禁煙となっております。小田原はご遠慮ください。またこの列車にはお手洗いの設備についておりませんのでご了承ください。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話の通話着信音は前のお客様のご迷惑となります。あらかじめ電源を切りになるかマナーモードなどに設定の上、車内での通話着信音はご遠慮ください。またこの列車は車内温度保持のためドアは自動では開きません。お乗り場はドア横にございます。開くのボタンを押してお降りください。次は善通寺に停まります。降り口は左側です。方面高松駅です。乗り間違いなさいませんようご注意ください。まもなくドアが閉まります。
です。降り口は左側です。この列車は各駅停車、多度津方面高松行きです。お乗り間違いなさいませんようご注意ください。まもなく発車いたします。お付きの皆様は閉まるドアにご注意ください。
成田は2番乗り場の到着です。タロスから予算線への乗り換え列車をご案内いたします。佐久間高瀬方面各駅停車の関門寺行き地下道を通りまして4番乗り場から3分の乗り換え14時30分の連絡です。佐久間高瀬方面各駅停車の関門寺行き地下道を通りまして4番乗り場から14時30分の連絡です。特急潮風15号石口15号松山行き地下道を通りまして3番乗り場から15時23分の発車です。特急潮風15号石口15号松山行き地下道を通りまして3番乗り場から15時23分の発車です。ドアは自動では開きません。降りの際はドア横にございます。開くのボタンを押してお降りください。で、タロスを出ますと次は佐野木塩屋に停まります。次のタロスでは14時31分まで4分ほど停まります。発車でしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。タロスに着きます。降り口は左側3番乗り失礼しました。降り口左側2番乗り場の到着です。とりあえず行って、反抗進行。